さあやってきたのは小林食堂さんでございます。よいしょ。なんだ飯か。はい、なんだこちらですね、 B 級グルメですごい有名らしいんですけど、スープ入り焼きそば。スープ入り焼きそば、はい、ちょっとね、焼きそばなんかそれ。焼きそばらしいんですけど、焼きそば入りスープじゃないのか。じゃないです、スープ入り麺の中にスープ入っちゃうことになる。スープ入り焼きそば、内容によっちゃう。なんだ、スープ入り焼きそばってそういうことじゃないの、はい、どういうこと。僕もねちょっと見たことないので分かんないですけど、焼きそばにスープが入ってるなのかな、浸ってるのかな。あでも俺はもうペヤング作る途中スープ入りにはなる、はい、なるみんななる。捨てるお湯でね、あのスープ、うん、そういうこと、そういうことじゃない、間違って先に火薬とかでも入れちゃって、はい、そういうことそうじゃないのよ。何ペヤングと一緒にしてないでもらえますか。え一応ね B 級グルメでこの辺りで結構その、まあ、有名なんですって。なんか客多いらしいな。なんかすげえらしいじゃん。そうなんですよ、はい、なのでちょっと早速行ってみましょうか。よし、ちょっと行ってみっか。はい、続いてやってきたのはスープ入り焼きそばで有名な小林食堂。那須塩原で大人気のご当地グルメ、ぜひその味をご堪能ください。さあということで早速ちょっと店主さんに来てもらいましたけれども、はい、ちょっとスープ入り焼きそば相当結構ここら辺では有名らしいですけれども、はい、我々ちょっと見たことがないんですけど、どういった感じの食べ物料理なんですか。醤油ベースのスープの中にソース焼きそばが入ってる。あ、ほら、本当にスープの中に入ってる。スープの中に入ってる。そうなんです。辛くないのか。いや、辛くはないですね。辛くはない。いや、辛さはない。それでもラーメンと違うよな。麺にも味がついてる、ね。確かにね。麺一発焼いてるってことか。そうですね。あ、麺は、あ、なるほど。一応焼きそばだから焼いて、で、スープにぶち込む。そうっていう感じで。そうです。確かに、ちょっとソースの匂いがするな。そうですね、もうね、確かに。じゃあ早速、じゃあメニューね、そうだな、どうしますか。卵丼を、いや、スープ焼きそば頼みなさい。じゃあ、半ライスを2つ。いや、半ライス、じゃあ普通のライスでいいだろう。朝日中瓶で、はい、うん、いや飲むな、飲むな。じゃあそれをお願いします。スープ焼きそば、スープ焼きそばな。グレートサイヤマンのおっちゃんはさ、どれがそっちじゃないの。真似してやってるわけじゃないの。天下一武道会用じゃないの。サーバー天下一武道会用じゃないの。武道会用じゃないんですよ。違うのか、さんも取ってスープなしってのはできるのか。普通の焼きそばだよ。焼きそばね、普通の焼きそばあるから。あります。あるか、あるじゃあるのか。はい、あ、でも結構特も特大は結構やっぱり量ありますか。そうですね、麺二玉になります。あ、二玉、うわ、大ぐらい行きたいな。みんな大体どれを頼む。いや、波、波大が多いですね。波大ぐらい、はい、大が多分 1.5 ぐらいかな、その大か、うん、じゃあ俺小食になったら波で。波で食べてきによ。その感じで小食なんだ。おい、重々行ってるぞ。お、行ってますね。まずは焼きそばを作ってるのか、おそらくね。まずは焼きそばね、うん、いや口で言ってるだけじゃないのこれ。これか、うますぎる。だとしたらすごいな。ヒューマンビートボクサー結構やってるな。結構やってる、やってるな、ね、この多分焼きそば、普通の焼きそばだと思いますけど、見た目がね、どんな感じなのか。確かに、それスープ入れちゃうってことだから、うん、どうなんだろう。だって焼きそばって麺にそのなんかソースの味絡まってるじゃない、うん、結構濃いぞ焼きそば。そうね、だからそのスープに入れちまったらどういう風に溶けちゃう気がするよな、ソースが、まあ、そこはうまくやってるんだろうがな、うん、名物になる。そこうまくやってもらえるといいな。いや、やってくれるんだよ。そういう店でやってるんだよ。うまくできてたら流行るかもしれない。まあそうだね、流行ってるんだよもう。さあ来ました。うわ、よいしょ。ラーメン。え、ちょっと待って、黒いぞ、濃いぞ。もう ラーメンじゃない。上が焼きそばのあの具みたいになってるかと。これはラーメンじゃないんか。あ、でもソースの味する。めちゃくちゃソースに。なにこれ。お、え、嘘。これで米食えるな。わー、うん、いい匂い。これで米食えるな。まあいい匂い。ちょっと俺奪うな俺の。ちょっと待って。あ、でも本当焼きそばだ、ちゃんと。俺の焼きそばに何仕上がる。俺ブルマみたいに言わないで。女の子が苦手なんだよな。あ、うわ、本当だ。うわ、うわ、あ、焼きそばだね、香り。あ、本当だ。不思議。これか、噂の。はい。これでも。食べてみますか。黙って出てきたらラーメンだと思う。いや、これね、うん、見た目はな、確かにな、うん、でも匂いがやっぱり、ちゃんとほんとガッツリスープに入ってるね、うん、しっかり入ってる。さあでは小沢さん、ちょっとスープの方どんな感じですか、ね、じゃあ先スープ。確かにな、スープどんな味なの。うわ、気になる。
どうすか。あ、どうだ。いや、うん、初めて、初めての感覚。焼きそばだ。焼きそばの味がする。スープで、スープに。じゃあ皆さん、皆さん、あ、でも甘みあるぞ。うん、甘みある。あ、確かに野菜の甘みみたいな。確かに醤油のようなソースのような、そうそうそう、フュージョンしやがるな。ちょっとじゃあ麺も、うま、あれスープこれ、うま、相当いけるぞこれ。マジですか。おいしい、おいしい。米いけるぞこれ。なんかスープとソースが混じった、考えとか、ね、考えてから言ってもらえます。スースってとこかな。スース、じゃあ言わない方がよかった。スープとソースでな。ちょっと麺もいくか。さあどうでしょうか。もうほんとね、ラーメンみたいな感じですけど。うわ、うめえ。来ました。どこ来てるの。これはでも焼きそばだな。味は、味は確かに焼きそば、うん、だけんど、うん、うん、だけんど、あれ、うん、うん、うめえ。いや、他に、他にねえんか。じゃあベジータさんも食わせろ。はい。うん、確かに麺にもしっかり味がついてて、うん、スープがやっぱうまいな、これ。あ、もうスープが全然やっぱ違う。ラーメンとは全く別物。やっぱ醤油ラーメンとかと違って甘みがあって、うん、でコクがある、うん、ああこれは、はい、スープ焼きそばん、ゴッドスープ焼きそばんだ。ギリギリだったけど。焼きそば、スープ焼きそばをさらに超えたスープ焼きそば。スーパーサイヤ人ブルーの最初の言い方。そうだ。いや、これは本当に米食えるな、これ。髪の毛がきれい、女子的な、都ではきれい。いただきます。うん、女子っぽいな、これ全体的に。うん、ね、うん、うん、おいしい。女子だな。あ、焼きそばですね、これ完全に。うん、なんか確かに口に入れた瞬間スープと一緒に来るから、うん、ラーメンっぽいんだけど、うん、味は完全に焼きそば、うん、もう不思議な感覚だ、不思議だ、うん、なんかもうそのなんていうのかな、焼きそばまだこんな可能性あったのっていう、うん、あのナメック星で最長老に潜在能力引き上げてもらった時のご飯みたいだ。ああ僕ですか。そういた、いや、いたじゃない。そうなんだよ。俺カカロットと間違えたからな、あれ。パワーありすぎて襲撃に上がったから。中で何をしたんだ、もう来てやがったのみたいな。そう、ああ、でもほんと新感覚。むしゃむしゃ食ってくもんな。いや、腹減ってたな。いや、流行るはずだよ。なぜですか。確かに、なぜか3人散々味の感想言った後に、まあね、どうはいい。確かにきついのは正直分かる、ね、分かるけど、うん、いや、もうこれはこれは焼きそば界の鬼滅の刃だぜ。ドラゴンボールだろう。鬼滅で言うんだ。え、な、鬼滅な理由があるのか。流行るからだよ。ドラゴンボールも流行ったまあ今風に訴えたことですか。ああどうですか、本当焼きそばですか。あ、めちゃくちゃうまい、うん、うん、もうあれだよ、何、めちゃくちゃうまいんだよ、これ。おめえの絵だけこっきり工事現場で食ってるみたいに見えるんだよ。絵面的にね、なんか本当癖になる、うん、焼きそばかと思ったら、うん、本当に香りはね、もう焼きそばなのよ、うん、本当相当ね、皆さんこれもう病みつきになって皆さんも食べてますけども、うん、はい、店主さん、ちなみにこれどういったきっかけで作るようになったんですか。確かに、もともとは、はい、お客さんの要望、あ、要望、それで、スープの中に焼きそばを入れたものを食べたいっていうのが最初。誰がそんなこと言い出したの。やべえやん。それなんか定食とかについてきたスープとかがあったんですか。焼きそばに、はい、もともと小さいスープがつくんですけど、はい、まあ、それになんかつけ麺風にして食べてて、はい、そんでなんか喉越しよくツルツル食べれて美味しいっていうことで、うん、それムカつかなかったの。もう俺のメニュー何かってありました。勝手にアレンジしたそれで美味しいんで、うん、だったら最初から入れて、まあ、食べたい。それをヒントにやってみたら、お客さんが言ったことを素直に受け入れたんだな。そうです。なるほど。オーラだったらそんなこと言われたら、じゃあラーメン食っとけって。いや、まあ、悪いな。すごいコメント気にするタイプだから。YouTube とかラーメン食っとけ、ぶっ殺すぞって言うんだ。やめときなさい。
ですね。あ、なるほど、それがきっかけで。そうですね。どれぐらい前からあのやりだしたんですか。そうですね、50年以上前から。あ、そんな前から。そんな前から。あ、そんな前からもやれてるんですね。はい、え、初代2代目か。私2代目で。2代目で。親父の代からです。あ、じゃあ50年目にそういう人がいたっていうことかな。そうですね、お客さんで。その人は誰なんだろうな。なんだ、常連さんだったんですかね。そうですね、もともと常連ですもん、ね。じゃあそれはもう看板メニューというか、もう定番メニューになって。そうですね、お客様の9割はこれを頼んでくれてます、ね。うん。あ、もうすぐに流行りだしたんですか、もうこういうメニュー出すことになって。いえいえ、最初は、はい、あの裏メニューで。あ、裏メニューで最初はやられた。じゃあ何メインでやってたの。ラーメン。あ、焼きそば。そうですね、ラーメンですとか。おお、常連さんだけに、はい、あの裏メニューとして出してたんです。いつ頃から定番メニューだったんですか。15年前ぐらい。あ、でも割と最近。貴様らも最初ふざけてこれやってたけど、いつの間にかメインになってた。そうですね、裏ネタとしてやってたから。いや、ほんと最初そうだったんですよ。あれだ、あれ空間分けますよ。ここでは戻れなくなっちゃった。戻れなくて、ね、だってもう看板にデカデカ書いてあるから。戻れなくなっちゃった。戻りできなくなっちゃった。同じだな。でも、うん、あのね、でも、うん、食べてる感覚としては焼きそば食ってる感じなんだ。いや、それが不思議よね。ラーメンみたいなものを食べてるんだけど、うん、あの口の中で焼きそば食べてるっていう感じ。おうおうおう、これは見事なフュージョンだな。うん、はい、面白い。はい、途中で、うん、あの味変したい時に、あ、なるほど、胡椒とかのそちらにあのお酢があるんですけれども、うん、あ、ありますね。それをちょっとかけて、うん、食べてみると、うん、ちょっとその高齢グースみたいなやつちょっと変わった味。へえ、確かに。なんか唐辛子。唐辛子。そうですね。へえ。じゃあちょっといくか。どんぐらいだ。胡椒。本当にちょっとで、ね。ちょっとってどんぐらいだ。本当にチラッとで。え、チラッと。超新数ぐらい。あれちょっと多すぎるのかな。ペロッと。ヤジロベが舐めた。そんなもんですよ。ああ、このもんでいいのか。もうちょい。さすがにな。混ぜるか。ちょっと気になるか。胡椒もね、胡椒と七味。ちょっとまたね、味変で。あ、なんだ、お、なんか、あ、お、逆に甘みが増してる。軽やか、軽やか。いや、そんな変わる、分かりやすい。軽やかになったよな。変わった。急にオーバーリアクション。なんかソースの角がなくなった。なんかな。なんか軽やかな。逆に甘みというか。そう。酸味がちょっとこう、なんだろうな。そうだな、酸味はそこまで。うん、柔らかい。確かに変わったな。へえ、そんな。フリーザの第二形態から第三形態になってる。もうなんだか。お使い感がダメだ。かったな。これ第二から第三結構変わるからね。容姿が。あそこの方が一番なかったけどな。うん、第二第三が一番変化なかった。そうなのよ。うん、またこのティッシュもこだわって。いや、こだわりないの。なんな関係ないし。お山の。お山の。かわいい。本当に。ソース味のスープってあんまりなんか。もうねえじゃねえか。でもしつこくないんだ。もう全然、うん。あっさりはしてる。あっさり。あっさりしてるからコクがある。ソース味のスープなのよ。はい、そう、うんうん。本当に。はいはいはい。ソープってとこかな、うん、ちょっと表現良くないかな。あんまり表現よろしくないかな。なんか食べてる感じ気持ちいいもん。帰ろう、吉田さんだ。さあ、ということで久しぶりのね、このロケでいろいろとね、行かしてもらいましたけど、まあ、那須塩原、うん、ね、いや、良かったんじゃない。楽しかったですね、やっぱりね。いや、そうだな、バター作りして、うん、はい、でもその散々やっぱり栃木、うん、いろんなところロケしたから、うん、もうねえじゃねえかなと、まあ、正直ね、まあ、まだいっぱいあるんですけど、ね、もうなんかもうネタ尽きちまったんじゃねえかなと思ってたけど、うん、まだまだこんなにな。そうですよ、今日行ったところだって初めてだったじゃん、滝もよ、ね、滝もこんな美味しい B 級グルメもある、まだまだあるのにな。そうそう、もう、うん、終わっちまうなんて、はい、うん、いや、急に寂しそうな、はい、終わんの、いや、最終回じゃないですよ。最終回じゃないです。最終回じゃない、もちろんもちろん、そんなテンションだったから。今日のこと、今日が終わってってことですよ。ややこしいこと言いやがって。今日が終わっちまうなんて、ややこしい言い方するから、表現が。確かにまだまだな、まだまだあるからな。まだそうですね。だから来年、うん、40位狙えるんじゃないかと思って。あ、もう今41、41から、うん、
さらに俺1個もうちょこっとずつなんですね。1個上がれるんじゃないかな。1個ずつ上がって、やっぱ39位ぐらい目指してな。うん、いや志低いな。もうちょっと上目指そうぜ。最終的には39位。なんで39こだわるの。39台入ったらでかいよな。まあまあね。山ちゃんもね、久しぶりでしたけども。いや久しぶりだけど楽しかったな、うん。あとはね、ちょっと日が暮れてきてね、はい、外が寒そうだから、うん、ちょっと服買いたいから金持ってないか。だから腎臓ドクターゲロね、キッチの時のいいのよ別に。俺だって寒いんだね。天津飯が我慢しろよ。三浦さんさすがだよな。はい、すごいスッと出てくる。コメントと YouTube の何なんですか。ロケ先の人だよな。ロケ先にたまたまロケ遭遇した人だよ。やっぱりマロニといえば三浦だよな。いやでもね、なこさんも久しぶりのロケどうでした。いや、まあ、1年ぶりのロケで、うん、今日はさすがに頑張ったから、まあ、次呼ばれるのは1年後じゃないと思う。ん次ぐらいにまた。前回頑張んなくて1年呼ばれなかったの。いや頑張ったけど、うん、頑張ったけど呼ばれなかったの。じゃあまた1年後じゃねえか。あ、クロちゃん。クロじゃない。いやでもやっぱりね、この時期にね、こういうロケができると、うん、嬉しいよな。なんかずっとこっち見る二度とこっちを見る。まあ、またね、ちょっと機会があったらね、山下さんも、ナポさんもよろしくお願いします。ぜひ来たい。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、今回、来週なんだどうしたはい、さあ、ということでございまして、本日以上でございます。また次回お会いしましょう。